1981年11月30日、デイビッド・コンスタンティン・ブルックスことモバードは、キングストンのアップタウン・ゲトー、カサバ・ピースに生まれた彼が最初に触発されたのは幼少の時、祖母とグランツペンの教会で歌っていた時である、ラジオとダンスホールから流れてくる音楽、ヒップホップにおける伝説的存在、トゥーパック・シャクールとバウンティー・キラーの作品からさらなる影響を受けた。最初、 シンギングブラックスとしてデビューした彼は近所の DJ で人気であったクエンチエイドの付き人としてキャリアを始めることとなる。No, しかしフレンチエイドが酒やドラッグに溺れてしまったので地元のカサノバピースのアーティストや グランツペンのアーティストと共にパーティーをすることとなる。当時、カサノバピースは他のゲトーと違い、アップタウンの近くにあるゲトーであったため注目されていなかった。地元の DJ、フレックスと共にカサノバピースを盛り上げるため、モバードはパーティーをした。後に深い関わりであるバウンティーキラーを自分たちのパーティーに呼び、地元でのプロップスを上げていった。そのパーティーの後、 フレックスにモバードという名前を改めて付けてもらうこととなる。由来はその時に付けていたスイスの高級時計モバードからである。ジュニアリードのスタジオでモバードはバウンティーキラーに出会った。彼はキラーに名前を覚えてもらうために、キラーの大好物のペプシとクレベン A というタバコを毎朝スタジオに持って行った。最初、キラーのクルー、アライアンスではプレデターというアーティストを推しており、 彼の影にモバードは隠れていた。しかし、プロデューサーチーム打製下で見出された彼は、メキメキと実力をつけていき、キラーのゴーストライターとして重宝されることとなる。モバードのデビューシングル、アンガーマネージメントリズムからのカットされたリアルマッコイは、2004年にリリースされ大ヒットを記録。その後のレッドブルギネスリズムに載せたウェデマ・ドゥーも、 スタマジーヒットとなった。2005年から2006年にかけてヒット曲が続き、2007年の夏、モバードは VP レコードよりデビューアルバム、ギャングスタ・フォー・ライフ・ザ・シンフォニー・オブ・デイビッド・ブルックスをリリースした。その翌年、大変人気のあるゲーム、グランド・セフト・オート・4に、ザ・リアル・マッコイとラスト・ナイトがフューチャーされ、さらなる国際的な成功を強固なものにし、 イギリスの名誉あるモーボアワードの2008年のベストレゲエアクトを受賞した。続く年には VP レコードから彼の2枚目のアルバム、m r ターブル A Better Tomorrow がリリースされた。同じクルーのカーテルとは一番仲が良かったが、お互いに存在が大きくなっていくと、二人はライバル関係として意識するようになり、二人ともアライアンスを抜け、それぞれのクルーを作ることになった。マバダとバイブスカーテルの DJ クラッシュは、 ジャマイカのタブロイド紙に幅広く取り上げられ、ジャマイカ中を沸かし、その熱狂は世界に広がって生き出した。この分裂は記者会見で、双方のアーティストがお互いのファンたちに謝罪をして終焉を迎える予定だったが、スティングでのリリックの対決が彼らの言い争いを再度激化させてしまった。有名なこのクラッシュは、マワドのゴリーとバイブスカーテルのガザと呼ばれるクルーのファンたちの間で、 ストリートでの暴力的な衝突へと発展し、2009年12月7日、この緊張を緩和させようと、ジャマイカ首相、ブルース・ゴールディングがミーティングをするように言った。その前日に敵対するこの二人は、ウエスト・キングストン・ジャンボリーで DJ を行い、表面的には仲直りをしたのであった。この衝突は、ジャマイカの若者たちにとって、ダンスホールミュージックがどれだけリアルなものかを知らしめた。 マバドの容赦ない音楽での成功は衰えることを知らず、ますます強力になる一方だった。自分のルーツを忘れない彼は、ジャマイカスター氏にこう語った。俺は自分が見てきたもの、共に成長してきたものについて歌う。俺のリアルを歌う。牛が月を飛び越したのを見たなんていう歌は俺が歌ってるところなんか見たことないだろう。マバドの音楽とメッセージは、 キングストのダンスホールよりもさらに遠くまで届き、彼の音楽に対する熱すぎる情熱は、エイコン、バスタライムズ、デュラクリス、スヌープドック、ワイクリフジーンなどのアメリカのレジェンドアーティストたちとのコラボレーションを実現させた。また彼は、ジャマイカ人でただ一人、ジェジーと活動したことがあるアーティストになった。2011年に、ディレイヤのリリースとともに、自身のレーベル、 マンションレコーズを立ち上げた彼はその年、DJ キャレットの We the Best Music Group と活動を共にしている。現在では、アルカラインやジャミールと MVP というクルーを組み人気となっていて、アメリカをベースに活動をしている。彼はビジネスマンでもあり、キングストーンにマンションを建てている。名実ともにリッチな男なのである。マバドは彼のルーツである、 キングストンの下等コミュニティのことを歌い、最低の貧困暮らしから最高なリッチな生活へ。しかし、それに甘んじることなくさらなる成功を求めて彼は曲を出し続ける。素晴らしい国際的な成功と評価を手に入れた。それでもラガは止まらない。彼は末永く音楽を作り続けてくれることだろう。これぞ、ギャングサライフ。ダンスオール知ってるつもり。